ミンダナオ島、ミンダナオ島、ミンダナオ島はフィリピンでルソン島に次いで二番目に大きい島。フィリピン諸島はルソン島周辺の群島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島周辺の群島という三つの大きな群島で構成されているが、国土の南三分の一の部分にあたるのがミンダナオ周辺の群島である。ミンダナオ群島はミンダナオ島とその南西のスールー諸島などから、 構成されている。フィリピン諸島の南端に位置し、面積はおよそ 94,630km である。島は南北に約 470km、東西に約 520km で、西部にはサンボアンガ半島が突出し、南西部のスールー海にはスールー諸島が散在し、ボルネオ島へ続いている。東は太平洋、フィリピン海、南は セレベス海である。また、カミギン島、ディナガット島、シアルガオ島、バシラン島、サランガニ諸島といった島々が周囲に散在している。東海岸、ディウアタ山地、西海岸及び中北部には2000メートル級の山脈があり、フィリピン最高峰の火山であるアポー山が中央ミンダナオ高地にそびえる。熱帯の気候であるが、 北西太平洋に発生した台風は、ルソン島やビサヤ諸島へ向かうためミンダノ島には、稀にしか上陸しない。このためフィリピンの他の地域に比べ台風の被害は、比較的少なく、農業などにとり有利となっている。主要な産業は、農業、林業、漁業であり、特に商品作物のプランテーションが名高い。カガンデオロには、デルモンテ社の巨大パイナップル農場が、 ダバオシ近郊にも同列者による一面のバナナ農場が広がり、共に加工工場も持ち日本などへ出荷されている。これには農民が大農園の農場労働者になって身分が不安定になるという問題もある。ビーチリゾートとしての可能性はあり、北部上銀島などのようにビーチリゾートやダイビングといった観光業で収入を得る地方もあるが、フィリピンでも最も貧しい地方の一つであるみだな 東西部やスールー諸島では、正常不安やテロ集団による観光客誘拐もあり、観光業の発達の障害になっている。ミンダナオ島は中国と東南アジアの交易中継点となっていたが、南方から来るマレー系人の間にイスラム教が広まり出したのを機に、1380年、ミンダナオ島にもイスラム教が伝わり、後にフィリピン諸島各地に広がった。 特に1457年にスールー諸島に成立したイスラム教国、スールー王国は最盛期にはミンダーノ島、パラワン島、ボルネオ島北部、サバ州を統治した。フィリピン諸島におけるほとんどの領土をスペインに奪われたものの、ボルネオ北部をイギリスに獲得される19世紀末まで存続していた。ミンダーノ島が西洋人と接触したのは1521年。 フェルディナンド・マゼランが率いていたスペイン艦隊が飛行した時である。マゼランは同年、セブ島近くのマクタン島で戦死している。その後16世紀半ばから17世紀にかけて相次いでスペイン人工会社や兵士、戦況士が来航し、ミゲル・ロペスでレガスピが1565年にセブ島を征服した直後には、ミンダナオ島北部も、 スペインの植地支配下に入ったが、ミンダナオ島南部は、イスラム教勢力が強くスペインの力が及ばなかった。16世紀から、現在のコタバト州周辺に築かれた、マギンダナ王王国は17世紀、スルタンのクダラット、クダート、ムハンマドディパトゥアンクドラトゥラーナシルティンムハンマド、ジパトゥアンクドラチュアラナシラダンの地勢には、ミンダナオ島全土と周辺の島々も征服し、 スペイン人植民者も手を出せない存在となった。マギンダナ王,王国やスール王国は徐々に衰え19世紀には滅亡し、ミンダナオ南部もスペインのフィリピン植民政府によりゆっくりと征服されていった。例えば、ダバオ付近がスペインに征服されたのは19世紀も半ばのことである。スペイン人のもと、アニミズムを信じる住民のキリスト教営の改修が進んだが、 イスラム教の定着が古く、スペイン人による征服が進まなかった南部では、イスラム教が勢力を保ち続け、現在に至っている。様々なムスリム勢力が、スペインアメリカ合衆国、フィリピン政府などに対して、数世紀にわたる苦難に満ちた独立闘争を行ってきたが、キリスト教徒が多数を占める国から独立するというらの願いは、戦力差のため失敗し続けてきた。 ミンダナお島、とりわけダバンは日本との関係が深い。19世紀末にアメリカ人によって開かれたマニラーサの農園作業に応募した移民が先駆けだった。1903年頃のルソン島でのバギオへ至る高原道路建設では数千人の日本人労働者が厳しい工事に従事し、工事の後はミンダナお島へ機会を求めて多くの人が移動した。 こうした中、大田京三郎を筆頭に、マニラ朝のノ応援を買収したり開設したりする、日本人の応援経営者が多く現れ、彼らは農場から工場まで一貫した施設を建設したため、小さな町だったダバオは大都市へと飛躍的に発展し、第二次世界大戦前までは2万人近い人口を、有する東南アジア最大の日本人コミュニティを形成していた。 中でも沖縄出身者が7割を占めていたとされる。だが、太平洋戦争末期のミンダナオ島の戦いで、兵士のみならず、日本人民間人も含む数万人が戦闘や病死、餓死で犠牲になった。戦後も、ダバをはじめミンダナオ島には多くの日系人がいるが、戦後にその証拠を紛失してしまったため日系人であることを証明できない日系移民が数多くいる。 第二次世界大戦後、プランテーションを持つ、大地主と土地を持たない、農園労働者との対立が激しい、人口過密なフィリピン中部、ビサヤ諸島や、北ブルソン島などから、多くの農民が、自前の農地を持つためミンダナオ島に移民、入植しているが、彼らは、キリスト教徒であり、文化も言語も元からのミンダナオ島民とは異なるため、摩擦がある。フィリピン独立後、 数十年にわたって行われた国土統一維持政策やミンダナオ島への国内移民の流入によりミンダナオの人口の大多数をキリスト教徒が占めることになった。これにより貧しい上に社会の主導権を取って変わられたムスリムの怒りや数百年にわたる分離独立運動に火がつきモロイスラム解放戦線や新人民軍など様々な反政府ループと フィリピン国軍との内戦が頻発し、ミンダナオ西部は危険地帯と化した。21世紀に入り、中東やアフガニスタンでの紛争と結びついた、イスラム教原理主義系のテロ組織の勃興により、ミンダナオ島やスールー諸島では、フィリピン国軍やアメリカ軍による共同軍事作戦、総統作戦が行われている。特に、ミンダナオ島西部は、 アブサヤフやジェマイスラミアといった東南アジア全域で活動するとされる国際的テロ組織が拠点を置き、ミルフなど伝統的な分離独立運動と連携しつつ、これら比較的主張が穏やかな民族主義的独立派の基盤を奪いかねないほど勢力が広がっているとされていたが、米比領軍による総統によりほぼ壊滅、弱体化したと思われる。しかしミルフは、 根強い支持基盤を持つためまだ危険な地域も多く、渡航には注意が必要である。2017年、ミンダナオ島でイスラム破壊劇組織、アイスセルに呼応したアブサヤフの活動が活発化。同年5月25日、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、島全域に戒厳令を発令。マラビ市内に攻撃ヘリコプターを展開し、 武装組織に対してロケット弾などによる攻撃を加えている。10月23日に終結宣言が出され後、過月間に及ぶ政府軍の総統作戦が終了している。戦闘終結宣言以降も治安の回復に時間がかかっていることから大統領は民棚を当然行きに出している戒厳令の1年間延長を議会に要請。12月13日、フィリピン上下両院は 戒厳令の延長を認めた。モロ人は民族的には島の中部ラナオコ周辺のマレーシアソバ州とまたがってすぐなどに分かれている。複数の部族に分かれた先住民も存在する。主にセブアノゴなどのビサイア諸語が話されているが、古くからの住民の間ではミンダナオ諸語に属するマギンダナオ語やマラナオ語などが話されている。 ミンダナオ島の圧倒的多数は、キリスト教徒で、特に島の北部に住むは、イスラム教の影響を受けず、アニミズムから直接キリスト教に改修している。今日、ミンダナオ島は、フィリピン国民の5%を占めているイスラム教徒、モロ人、ムーア人の意味で、ムスリムのことの拠点となっている。また、キリスト教徒でもイスラム教徒でもないも存在する。6つの地方と26の州からなっている。 ミンダナオには6つの地方と26の州がある。うち4州は離島部にある。これら地方は2001年に大きく再編されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。